オーガスタ軍はアメリカ合衆国バージニア州の中央部北に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は73,815人であり、2000年の65,615人から12.4%増加した。軍庁所在地はスタントン市であるが、もう一つの独立市、ウェインズボロと共に同軍の人口には含まれていない。 ただし、軍の領域は領主を内包している。軍の管理事務所の多くは、スタントン市に隣接する国勢調査指定地域ベローナにある。オーガスタ軍は、スタントンウェインズボロ大都市圏に属している。オーガスタ市の教会、1749年、建設オーガスタ軍は1738年に、オレンジ軍から分離して設立された。ただし、 軍政府が組織されたのは1745年になってからだった。軍名は後にイギリス王になったジョージ3世の母、王太子妃のオーガスタ・オブ・サクス・ゴータにちなんで名付けられた。当初のオーガスタ軍は西側の境が定義されなかったので広大な領域を持っていた。現在のウェストバージニア州の大半とケンタッキー州全土が 軍内から作られ、さらにその北と西の地域、理論的には太平洋まで全ても含まれた。1738年から1791年まで、オーガスタ軍の設立と分割の様子が一連の地図で見ることができる。アニメーションの地図では1617年から1995年まで、バージニア州とウェストバージニア州の変遷が見られる。オーガスタ軍領域の削減は、 1770年に南部からボトトート軍が作られた時に始まった。1776年に使用ガスタ地区とも呼ばれていた軍西部がウェストバージニア州、モロンガリア軍、オハイオ軍、バージニア州、ヨホガニア軍となった。1778年、オハイオ側より西側の地域がイリノイ軍となった。北東部はロッキンガム軍に南西部は ボトトート軍の一部を合わせて、ロックビリッジ軍となった。1788年、北部が、ウェストバージニア州、ハーディ軍の一部と合わせて、同州ペンドルトン軍となった。1790年、西部が、ボトトート軍、ウェストバージニア州、グリーンブライア軍の一部と合わされ、バス軍が設立され、オーガスタ軍は、現在の領域になった。南北戦争の時、 オーガスタ軍は南軍のパンカゴの一部として重要な農作地になった。バージニアセントラル鉄道が軍内を通ってシェナンドーバレーとアメリカ連合国の首都リッチモンドとをつないだ。シェナンドーバレーでも損失が最大級になったピードモントの戦いは1864年6月5日に起こり、これに北軍が勝利したことでスタントンが占領され、 南軍の戦争遂行を支えていた多くの施設が破壊された。北軍フィリップ・シェリダンの焼き打ちの時もオーガスタ軍は農場が破壊され、農家の家畜も事実上すべて殺されて大きな被害となった。長年軍庁所在地だったスタントン氏は1871年に都市として法人化され、1902年にオーガスタ軍を離れた。ただし、 軍庁所在地は続けている。シェナンドーバレーからブルーリッジ山脈を望むアメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は970平方マイルであり、この内陸地971平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.06%である。オーガスタ軍は7つの監督地区に分割されている。ビバリーメナー、ミドルリバー、 ノースリバー、パスチャーズ、リバーヘッツ、サウスリバー、ウェインの各地区である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍庁所在地で独立市スタントンは1902年に法人化され、同じく独立市のウェインズボロは1948年に法人化された。軍域に内包するが軍とは別の生態である。しかし、 管理事務所の大半はスタントンではなくベローナにある。オーガスタ軍の2011年包括的財務報告書によれば、軍内の主要雇用主は次の通りである。軍内の公共教育はオーガスタ軍公共教育学区が管轄している。ありがとうございます。